ヤトの野望チャンネルへようこそ。はい、というわけで今日はですね、一風変わったゲームプレイします。これね、地方自治体の宇治市が作ったゲームになります。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、もともと宇治市が市の PR のために作った動画があったんだよね。それがまあゲーム風だったんだけど、結構それが反響あったみたいで、本当のゲームにしてプレイできるようにしてほしいっていうことで、クラウドファンディングでお金を集めたんだって。そして集まったお金でできたゲームがこの宇治市というゲームになっているようです。よし、それじゃあ早速プレイしていきましょう。ゲームスタート。ピッ。公務員が作ったゲームか。どんなゲームなんだ。お、なんだこれ。チューズユアキャラクター。何これ、格ゲーみたいなこと。急にすごいの来たな。ケマリオ、ケマリ男、タクト、タイチ、セオコ。え、何これ、誰にしよう。とりあえずケマリオかな。まずは主人公ケマリオで行ってみよう。ヨキ、ヨキって言われた。ヨキよ。待て待て、他のやつだったら。あ、ヨキ、ヨキなんだよ、こいつ。玉露。宇治市で玉露が取れるからなのかな。タクト。タクト。なんだこれ。パンスキー、シチズン。あ、なんかね、宇治市はパンの消費量がすごい多いんだって。だからこれ多分、パンが大好きな市民っていうことなんだね。わかりにくいよ。すごいな。よし、じゃあ今回は、ケマリオでいきましょう。あ、これ多分マリオなんだ、だから。ケマリの。よき、よきよ。さあ行くぜ。京都市のほんのわずか南にある素敵な町、宇治市。みんなが大好きな宇治市が襲われた。かっこ、ゲームの中のお話です。ありがとう。世界遺産を含む美しい観光地と美味しい宇治茶は全て奪われ、町に残ったのは暴力だけ。人気のご当地キャラもさらっていくぞ。助けてー。ぶっ最悪だな。助けなくていいかな。なんと許せない、宇治市は俺が救う。説明が親切や。満腹寺。どうやら最初のステージ満腹寺みたいです。ん。めちゃくちゃ説明が丁寧。 PR のゲームやからか。え、なにこれ、これどうやって操作すんの。あ、わー、なんかすっごい操作しにくい。これ縦のマークはガードとかなのかな。株式会社マイホームってあるのかな、宇治市に。ありそうだな。何これ、なんか左右にぬるぬる動ける。こうとか落ちとか平和。お、お、何、ジャンプした。どうやらこうはジャンプするらしい。落ちは、落ちと平和何も起こらない。まだ手に入れてないのかな。とりあえず進んでみよう。これこう、こうでジャンプできる。あー、なんか出てきた、満腹寺。観光 PR されるゲームの中で初めてや、こんなの。これ何、タケノコかな。宇治市タケノコが取れるの、これ。踏んだら倒せるかな。えい、操作性がクソ悪い。やられた、タケノコにやられた。これどうやったら倒せるんだろう、タケノコ。攻撃する手段ないからな、ケマリオ。貴族だから攻撃とかないのかな。あ、何これ、宇治茶。これ何、ジャンプで避けろってこと、宇治茶。よいしょ。あ、乗れた乗れた。パンあるよ、これ回復。おい、あ、回復した、来たー。なんか裸になった。あ、これなら倒せるってこと。あーって、倒せねえ。なんだよこれ、踏んだら倒せる。あ、ダメだダメだダメだ、そういうことじゃないみたい。あ、わかったわかったわかった。ちょ、またはめられてる、はめられてる。さっきの裸になったらオツとかヘイで多分技打てるんだこれ。あ、やられた。ケマリオ残り2人になってしまった。レッツゴー宇治シティ。これ宇治市に向かってるみたいだね。行くぜ。大体ルールは分かったぞ。ケマリオになって、よし、パワーアップして、ここで、あ、なんかオツを押したら、なんかなんだろう、気持ち悪い張り手みたいの出る。何これ、張り手ダンス、どっち。ヘイを押したらなんか後ろで実況がヘイっていう。何これ。よいしょ。あ、いかんいかんいかん、やられた。くそ。張り手使えんくなった。もうしょうがない。行こう。あ、何これ。門松？門松みたいの襲ってきた。でいって。あ、ジャンプしてから横移動した方がいいな、これ。わかった。はい。でいってって。やべえ、難しい、このゲーム。よし、いよいよいよ。時を知らせるための魚、木魚の研究だったよ。加えている玉は人間の煩悩です。定期的に豆知識入ってくるな。あ、なんか追ってくるんだけど、煩悩が追ってくる。やめろ、ちょっと待って、強制スクロール始まった、急に。なんだそれ。あ、ビーム撃たれてる。
え、どうすんのどうすんのこれ、ジャンプで、あ、こういうこと、あめっちゃ操作難しいよ、また最初からか、おいやや、最近プレイしたゲームの中で一番難しいかも。おい、あっ当たり判定が広いんだよ。きたーパップ、ここだよここだよここ大事だよ。なんかスイカとかレンコンもいるな敵の中に。よし攻撃してみよう攻撃してみよう、くらえくらえ、あ倒した、よし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 、タケノコ倒しました、さらにスイカもレンコンも全部倒した、何も得られないアイテムとかない、なさそうだもんな。よし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 、いいよいいよいいよ、調子いいよ調子いいよ、あーあいやでももう一回パン食べよう、よっしゃー、パンが大好き宇治市民、いけるぜ、よいしょ、さあ来たよ、そうパワーアップ状態で来れた、だーって唐突なスクロールに耐えられない、逃げろ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 、ビームが来るビームが来る、だったーもう難しい、あースーパーファミコン時代みたいなコンティニュー画面出てきたファイナルファイトみたいや、コンティニューするコンティニューするよ、あコンティニューされた、つってもまあ初めなんだけど、これクリアできるかな、来るぞ来るぞ来るぞ、ジャンプジャンプジャンプ、あー間に合わねえ、ジャンプ押してから反応までが結構遅いんだよなこれダメかもダメかも、クリアできないかも、あやばいやばいやばい、よけろ、あージャンプなんでジャンプしねえんだよやべえ、コンボイの謎より難しい、なんだよこれマジ難しい、マジ難しい、ああまだいたのか、まだ嫌がったのか、よし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 、来た来た来た、早めにジャンプ早めにジャンプ、ちちち早めにジャンプこれ無理じゃねえの、よしよし、いいよいいよいいよ、コツ分かってきたかも、よし、お何急に何、宇治でお茶の栽培が始まったことを伝える席、いや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 、ちょっと待ておばちゃん、後で聞いてあげるからおばちゃん、説明のタイミングが、説明のタイミングがね、あんま良くなった、良くなかった、あんま良くなかった、あの僕今忙しいんですよ、後でいやというほど聞いてあげるから、ちょっとねちょっと良くなかったね、ちょっとね、よしよし、いいよ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 、あーあー本当に難しい本当に難しい、やべえ宇治市ただもんじゃねえぞこれ、宇治市民舐めてた、すげえ、なんか僕最近思ってたんですよ、最近ってこじんまりまとまったゲームが多いなって、そんなことはなかった、世の中探せばいくらでも斬新なゲームあったもう昭和のゲームだよこんなの、やばいこれまだ1面だろっていうか、なんだろう、1面とか2面とか概念が存在するのかわからない、 BGM がいいのな、そして宇治市が好きになるわこのゲームやったらあ好きになるか嫌いになるかどっちかだわ、僕は好きになりますけどもしかしたらトラウマになる人もいるかもしれん、その辺ちょっとわかんないですね、あーこれジャンプしてんだけどな、宇治市、よしよし急いで急いで、あーここ辛くない、ここあそこあそこめっちゃ難所や、どうすればいいんだろう、すげえむずい、普通は裸で始まってパワーアップしたら服着ると思うんだけどなデフォは服で裸でパワーアップなのな、面白いよな、あこれ誰だよ、オープニングでさらわれてた女の子じゃないよ絶対、誰、和服のさマロっぽい女の子だったよな、さらわれてたの誰、謎なんだけど、なんかものすごい急に垢抜けたのかな、さらわれてる間に都会に出てギャルになっちゃったみたいなことなのかな、やだなそれもな、よっしゃ来たー、え何嘘まさかのまさかのギリジャン要求かよ、嘘だろマジでそんなこと要求するゲームだったの、くそ
一難去ってまた一難とはこのことか。え、なに？え？え？なに？え？まさかの、そういうこと？ちょっと待って。ジャンプが間違ってた説ある。なんかお茶の中泳いでる。新ステージ来た。え、ワープかな？何？飛ぼうとしてたのがミス説ある。なんかおばちゃんの説明も何も入ってこなくなった。これお茶摘んでるんだ。これ。そういうことか。はぁ、なるほどね。あいだ、この魚ダメージ判定あるのね。マジかよ。ゴー、あ、上に行けってこと？あ、これどこ？あ、また魚出てきた！もう嫌や！あ、宇治シティ着いた！やった！あ、私は何を？あなたたちが救ってくれたの？ありがとう、パン！じゃない、キャラクターが渋滞してた。あなたは、スイカやタケノコにレンコン、そしてインゲン豆を日本に持ち込んだ、満腹寺のインゲンなんとか。3つの名称を守り、宇治のかけらを手に入れてくるのじゃ。かけらを入れるのはこれじゃ、ランリック。なんか、宇治の小学生が使ってるらしいね。宇治、ランリック。宇治のかけらはこれで一つ目だ。いや、まだあるんだ。まだ続いていくんだ。ミムロージー。もうでも俺上手くなったからな。へぇー。アジサイ寺だって。よく来たな、お前たち。修行は私がつけてやろう。なんか蛇の像みたいなのが話しかけてきた。気持ち悪い。さあ、ステージ2行くぜ。もっと難しくなってんのかな、ステージ2ってことは。たまんねえな、これ以上難しくなると。色違いだな、敵が。なんかクソゲーの特徴を一つ見つけてしまった。敵が色違いばっかり。おばちゃんがめっちゃ一生懸命説明してくれてるけど、もう何も入ってこなくなってきちゃった。ごめんね、おばちゃん。必死すぎてさ。あ、観光客がなんかすっごい喜んでる。アジサイ見てるんだ、これ。アジサイ見てる余裕ねえよ。あ、だからこの門松みたいなやつもアジサイになったんだ。へー、あ、これプロポーズしてんの。いいね。あ、三室堂って読むみたい。そしてここ、ほら、あ、ダメだ、これ当たんないみたい。よいしょー、よいしょー、来たー、抜けたよ。持っている弾を中にやると思う。早い早いよ、おばちゃん。おばちゃん説明がね、早い。よっしゃ、パワーアップ。なになになに、口の中にいる石の弾を撫でると勝ち運がつく。へえ、これ敵なんでしょ。でも、おお、危ね。あ、ついたついたついた。宇賀神様、体が蛇で頭が人間。へえ、実際に行ったらいるんだろうね。え、何、毒の弾を5つ取るとクリアって言った。おばちゃんの説明がね、短い。あ、あ、違う。これ多分毒は取っちゃダメだ。毒取っちゃ、運を取るんだ。運を取、よし、運2個取ったよ。いいよ。毒はダメ、毒はダメ。毒はダメだ。あ、これいけそう。ステージ2もクリアできそう。よし、いける。いけるぞ。あと2つ。一発クリアしたい。きたー。よし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 。毒も巻いてくんのかな、この仙人って。怒られないかな。大丈夫かな、罰当たりなんじゃねえの、これ。めっちゃ毒吐いてきよるけど、この蛇。私が教えられることはこれで全てじゃ。何も教わった覚えないんだけど。なんか教わったかな。めっちゃ毒吐かれたけど。お、歴史公園。なんだここは、何やら公園のようだが、ここはお茶と宇治の町、歴史公園じゃ。おぉ。カッコ仮。何カッコ仮って。もうやたらカッコ仮押してくるんだけど、どんな公園なの？太閤包み跡を保存し、宇治茶と宇治の歴史文化が様々な体験ができる観光交流の場。魅力的すぎる！これ以上宇治市を魅力的にしてどうするつもりだ！早速入ろう。あ、2021年6月オープンなの。まだ開いてないんだ。来年6月か。いいね。Go to 宇治だな。検索すればいいんだな。お茶と宇治の街で検索すれば出てくるらしい。セリフがめちゃくちゃ面白い。やばいやばい、面白いぞこれ。なんだこれ。宇治橋。大化2年、日本最古の橋だって。へえ、155m、相当長いね。行ってみたいな。宇治市楽しいかも。なんて長いんだ。しかし、なんだこの敵たちは。かっこ、実際の宇治橋に敵はいません。いねえよそりゃ。新さん、何、なんかキャラが変わったんだけど。ゲーム性が変わった。マジかよ。めっちゃムキムキになってる。嫉妬の鬼とかし悪霊たちと橋を占拠している。おらーおらーぐらえーおらー、どうした、おらおらおらら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 、宇治アタック。お、よいしょー、おらえー、つえー。蹴鞠をつえー、やばいぞこれ。
宇治市は美しい町だね。綺麗にしなくちゃな。掃除しなくっちゃ。お、市長、宇治市長出てきた。おらー、くらえーだ。やべ、宇治市長強敵だ。すげえ強え。勝てるか、蹴鞠を勝てるか、お前宇治市長に。宇治市長倒すってことは民主主義への挑戦やぞ。は、私は何を。ありがとうございました。あ、操られてたみたい。宇治市長、誰に操られてたんだろう。わかんない、町の有力者かな。全然わかんないかな。それとも時の政権かな。え、何これ何これ、避けろってこと。よいしょよいしょ。え、何これ何これ何これ、無理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 。意外と避けてるけど、くらえ、あれらららららら、くらえ、頑張れ、蹴鞠よ、いけるよいけるよ、やれやれ、よし来た、オッケー、助けた、姫いる後ろに、来た、救ってくれてありがとう。この宇治のかけらを持って行ってください。3つ揃った、トライフォースみたいなこと。やったー、なんと全て揃えるとは。これは宇治を愛する心じゃ。これで謎の大魔王を倒すことができるじゃろう。え、何何 なんか始まった、釣り芸みたいな画面始まったけど。宇治川の鵜飼は平安時代には行われていたといいます。平安貴族の衰長とともに衰退していきましたが、衰微かなとともに衰退していきましたが、現在は夏の風物詩となっています。宇治には3名の、あー呼べないよ、何これ何これすんの、押す押すってどういうこと。あ、連打連打か、おらら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 、うわー、鵜飼にガウに負けてたまるかよ。意味わかんねえ、なんだこれ。合ってんのかなこれ。待って待って、これ合ってんのかなこれ。勝ったの、イエス、宇治シティ、あ、勝ったのこれ。え、全然勝った感ない。わかんないよもう。大魔王の話どこ行った。永正7年、時の関白藤原頼通が父藤原道長より譲り受けた別荘、あ、これが平等院なのね。はいはいはい、ここが平等院、なんて美しいんだ。さすが世界遺産、ここに大魔王か。よくぞここまで来た。だがここは我々が通さないぞ。お、なんかいろんなお茶シリーズ出てきたな。宇治茶？ボランティアのおばちゃんめっちゃ説明してくるな。え、何これ、ちょっと待って、音ゲーだ、音ゲー始まった。嘘だろ、アクションだと思ってた。マジかよ。やばいやばいやばい。待って待って、全然心の準備できてなかった。できてるわけないんだよ。わあ、もう意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。よし、調子上がってきた、調子上がってきた。抹茶抹茶。煎茶煎茶抹茶煎茶煎茶玉露玉露玉露。あー負けた。もう一回か、もう一回、はい、はい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 、よいしょよいしょ、はいはいはい、抹茶煎玉玉露玉露煎茶玉露玉露玉露煎茶煎茶抹茶、はいはい、ちょよいしょ。いけるか、いいぞ、今回調子いいぞ、もうもうやりたくねえ。絶対突破しないと。よっ、あー、ギリいけた、よっしゃー。よかった。貴様らを甘く見ていたようだな。謎の大魔王の正体教えろ。言えるものか、グハッ。あ、自害した、聞きなせなかったな。私がいますよ。え、まだわからないんですか、私が謎の大魔王。はっ、ボランティアのおばちゃんが悪玉、親玉だったの。確かに宇治市は美しい、だが虚しくはならないか。こんなに魅力的なのに気づいてもらえないなら最初からない方がいい。ついでにお前たちも消してしまおう。ちょっと待て、ここは世界遺産だ、場所を変えるぞ。それもそうだな。マジか、何これ、ボランティアのおばちゃんラスボスか。うわ、格ゲーか、負けられん。え、ほんと、ちょっと何これ、本当に普通のボランティアの人や。倒していいの、ボランティアやぞ。怒られるわ。あ、やばい、強い、ボランティアの人強い、どうしよう。いかんいかんいかん、もうちょっと遠距離攻撃した方がいいな。角で遠距離からいきます。ほら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 、いいよ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 、この距離遠距離攻撃はいける。よし、体力まくったぞ、体力まくったぞ、いけるいけるよいけるよ、よし、いけるいける、つけー、もっとつけー、くそ、パンで攻撃される。いや、宇治茶が恨めしい、くそくそ、
いけ、よっしゃ、来たー、倒したー、イエス、宇治シティ。そろそろ本気、え、また本気じゃなかったの。宇治市の観光パワーが暴走する。なんだよこれ。マジ勝てるかな俺。ほら、一撃案件。え、どういうこと。諦めない、宇治を愛する心を使うんだ。来た、宇治を愛する心、俺に力を貸してくれ、宇治を愛する心。そんなものが効くと思うのか。効かなかった、宇治を愛する心がないのバレてた。やばい、宇治行ったことないのバレてる。もう無理や、どうすればいいんじゃ。今宇治にいる、宇治にはいない、クラファンした、何これ。今宇治にいる、位置情報、あ、宇治にいないのがバレた。このゲーム位置情報取得するゲームやった。宇治にいないのに宇治にいることにしたらやられた。マジかよ。え、なにこれ、宇治に行かないとクリアできないのかなこれ。宇治に行く、宇治にはいない、なぜだ、宇治に来るのだ。わあ。クラウドファンディングもしてないし勝てないかも。もう一度挑む、宇治を愛する心、宇治を愛する心、頼む。ダメだ。ダメだ。あ、これ積んでるのかも。マジでクリアできないのこれ。宇治を愛する心、そんなもんねえよ。行ったことねえもんまだ。しょうがねえ、ゲームオーバーだ、ゲームオーバー、デレレーン、ゲームオーバー。はい、というわけでね、僕の宇治を愛する心が足りなかったせいで、ね、残念ながらクリアすることはできませんでした。いつかね、宇治市を訪ねることがあったら、またラスボスに挑んでクリアを目指してみたいと思います。ぜひね、宇治市に住んでいる皆さんクリアできるはずなので、クリア目指してみてください。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。